統一教会っていうのはものすごいこと考えてんだよってことをちょっとご紹介します。いいですよ、韓国っていう国はリスペクトしてます、はっきり言えば。で、美味しく韓国料理もいただきますよ。そういう距離感がいいじゃないですか。でも違うんですよ、日本の支部が献金を集め韓国の本部に捧げるみたいな、完全に従属状態というか、日本が崩壊したとしても関係ないと、韓国に貢がなきゃダメなんだっていうような、もうこれごめん、カルトと言わずに何と言うのって話なんですね。いつもお忙しいな、凱旋までやっていただいてありがとうございます。いろいろなことがあって、いろんなことを皆さん忘れてってしまうような世の中ですけれども、やっぱり今一度統一教会の問題をもっと追及していただいて、自民とか維新なんかも関わりある人がいっぱいいるみたいなんで、そういう議員とかをどんどん落として、もっと令和新選組に投票してもらうようにしていったらどうでしょうか。ご質問いただいた方、ありがとうございます。統一教会についてってことなんですよね。で、統一教会問題って一時に比べたらもう随分冷めちゃってる感じしますよね。終わった感強くないですか、世の中の空気で。これはおそらく2つの原因があります。1つ、マスコミです。マスコミは一時熱く取り上げるんですけれど、みんなの興味が引いてくると扱いを薄くしていくんです。ある意味でトレンドっていうところからは外れたという、ある意味でそのコンテンツを消費するという感覚で提供してるわけですから、みんなの関心度が高ければ提供する、関心度が低ければ別のものに差し替える、こういうことも手伝って、おそらくこの統一教会問題というのはどんどん下火になりつつあるということだと思います。で、もう一つの原因は何か、政治の世界であまり取り上げられていないってことですね。これはおそらくさっきのマスコミの話とも近いところがあると思います。で、それだけじゃなくて、昨年末でしたか、国会が閉じる前に統一教会の被害者を救済するような法案が通りましたよね。法律になったんですよ。ただし過去に被害に遭った人たちは救済されずに、これから被害に遭うかもしれない人たちを救済する立て付けになっている。それができたからもう終わったんだっていう空気を蔓延させたわけです。でも実態は何も変わってないってこと。このままいっちゃったらどうなるかって言ったら、当然これ自民党とべったりという距離感はおそらく保たれたままなんですよ。水面下で力貸してもらってるんですね。じゃあどうやって自民党が統一教会に力を貸してもらうかって言ったら、選挙ですよ。選挙の時に的確に動いてくれるという固まった集団がいることの心強さよ。自分のバッジのためにその人たちとはうまい距離感で付き合っていくっていう状態だと思います。でもそんな付き合い続けていいんですかということを、ちょっと統一教会ってどんな人たちでしたっけ、どういう教義でしたっけ、どんな考え方でしたっけってことをもう一度思い出してみたいと思います。さあ、こちらのモニターに映し出されたもの、自民党と統一教会というテーマの少し皆さんに内容のスライドをご覧いただくんですけど、はい、これどっちがどっちのマークか分かりますか。左側が自民党、右側が統一教会でございます。そうですよね、違う、逆、すいません、同じようなもんなんで申し訳ない、はい、どちらでもいいし、イコールみたいなもんです。先に行きますね。統一教会による政治の世界に対する工作活動、これちょっと簡単に見てみましょうか。どんなものなのか、これはテレビ朝日で流れた映像でございます。スクショしてます、読みます。安倍派を中心に旧統一教会が政界の工作を行ってきたってことをテレビ朝日で報じたものです。どんなことなんでしょうか。文鮮明さん、これは統一教会のトップなことは皆さんご存知ですよね。日本の国会議員との関係強化、そして国会内に教会を作っていくんだという目標を語ってるんです。残念ながら、ごめんなさいね、残念ながらって誰にとって残念なのか分かりませんけど、国会内には統一教会の教会は立っておりません。ご安心くださいってことです。けれども彼が1989年に目標と掲げたものは結構入り込んでるということをお話します。こちら、文鮮明氏曰く、2番目、1番目は国会内に教会を作る、2番目、秘書です。秘書、国会議員の秘書を輩出していくんだと。国会の中に議員秘書として統一教会信者をどんどん送り込んでいくという話ですね。そして3つ目、国会内に組織体制を形成していくんだということなんです。自民党の安倍派などを中心にして数を徐々に増やしていかなければなりませんって話してるんですね。有田芳生さんですか、もともと議員だった方で今ジャーナリストやられている方ですね。統一教会信者の国会議員秘書は少なくとも50人であると。
すごいですね、入り込みすぎやろって。すごくないですか。私たち令和新選組8人しかいませんからね、国会議員。おそらく50人ぐらいの議員たちの事務所に直接仕事として入り込んで、いろんな情報を吸い上げていっているっていうことと思っていいと思います。統一教会っていうのはものすごいこと考えてんだよってことをちょっとご紹介します。統一教会を母体とした韓国の勧奨組織、これは国際勝共連合ってやつですよね。国際的な反共謀略部隊、韓国人の文鮮明を教祖とし、韓国のパク独裁政権によって組織育成された。ここには CIA も絡んでいるという話があります。日本を悪魔の国、韓国を神の国とする韓国中心主義に立ち、世界は韓国に吸収融合され、全ての民族は韓国語を祖国語として使用せざるを得なくなるとし、まあ、もうむちゃくちゃなこと言うてますね。いいですよ、韓国っていう国はリスペクトしてます、はっきり言えば。で、美味しく韓国料理もいただきますよ。で、K-POP とかそういう、映画とかも見ますよ。そういう距離感がいいじゃないですか。でも違うんですよ、吸収合併されるって。で、言葉も韓国語に変えるみたいなことを言ってるのがこれ統一教会なんですね。はい、彼らが考えていることはこんなことだそうです。朝鮮半島突破口に第三次世界大戦が必ず起こらなければならないって考えてるんです。すごいですね、これ宗教っていうか、もうむちゃくちゃな話ですね。日本は生活水準を3分の1に減らし、税金を 4,5 倍にしてでも軍事力を増強していかねばならない。日本の国民に犠牲になることを要求していると。いやー、もう完全に何でしょうね、ごめんなさいね、統一教会の信者の方いらっしゃったら、さすがにこれ無理やわっていうか、受け入れられないってことですね。こういうような教義を持った人たちが日本の国会の中に浸透していきながらコントロールをし続けているという状態があるってことですよね。安倍さん、安倍晋三さん、安倍晋三さんはある意味でこれ宗教3世なんですよ。一般的に問題になっているのは宗教2世ですけど、安倍さんのところはもっと根が深い。おじいさん、お父さん、安倍さん、宗教3世なんですね。政治の中において宗教3世という、これご覧ください。これ安倍さんのおじいさん、そしてこちらが、教祖、ね、統一教会の教祖の方、もうがっちり握手を交わして、おじい様の代から非常に熱いお付き合いがあったということでございます。ああ、もうこんな嫌な感じやな。旧統一教会の教義は旧約聖書がベース、エバ国、日本の支部が献金を集め、アダム国、韓国の本部に捧げるみたいな、まあもう完全に従属状態というか、もう古文として金も全部貢がしてみたいな、日本が崩壊したとしても関係ないと、韓国に貢がなきゃダメなんだっていうような、もうこれごめん、カルトと言わずに何と言うのって話なんですね。どうしてここと自民党が切れないか、海を出し切るべきですよね。海を出し切らなきゃダメなんですよ、あれだけの問題になってるわけだから。けれども海は決して出したくないんです。じゃあ海を出す方法としてどういうような手続きがあるかっつったら、国会の中で特別委員会ってものを立ち上げるんですよ。何か大きな問題になった時には特別委員会を立ち上げて、その委員会ではその問題に特化したやり取りが行われる。例えばリクルートとか、例えばロッキードとか、そういった世の中の本当に大問題と言われたものを特別委員会ってものを作って、他の委員会でやっちゃったら、他の委員会がその話ばっかりになっちゃったら困るじゃないですか。だからそういう特別委員会を立ち上げて徹底的に話し合おうってことを私たちずっと言ってたんですよ。特別委員会の設置を求めるってずっと言ってたんですけど、一切無視なんです。一切無視だって困るもん、引き離されたら困る、本当のことバレたら困るやん。それだけですよ。何が言いたいかってことですけど、ごめんなさい、統一教会も自民党も同じなんですよ。結局は選挙で助けてもらったってことはご恩返ししなきゃいけないから、ご恩返しのために何するかって言ったら、統一教会が望んでるような社会を日本の中で作っていくってことが仕事になるわけです。さっき冒頭に言ったでしょ、経団連、経団連から献金をもらって票をもらう。自分がバッジをつけたら何をしますか。資本家にとって得な減税をします。法人税減税、一方でその穴埋めのために皆さんからは消費税を上げる。資本家の皆さんにお世話になってバッジをつけれてもらったら何をしますか。労働環境を破壊します。非正規増やします。安くていつでも壊せる、いつでも首切れるような働き方増やします。それずっとやってきてるんですよ。何か買い主には恩がある、金もらってる、票もらってる、その見返りとして政策を渡していくんですよ。それは相手が経団連でも相手が統一教会でもやること一緒なんですね。
あまりにもひどい話ですけど、これが現実。